はい、こんにちは。飛び上げチャンネルです。今日はですね、背面紙、以前ね、さらきが動画上げてたのかな、みずるねさんもね、あの定住校の時に話しとったと思うんだけど、背面紙がどれだけ大事かっていうのはね、あの辺の動画見てもらったらわかると思うので、それをちょっとね、うちもやってるんですけど、正面ですね、これね、正面から背面にこう中へゴソゴソっと入って、背面にこう回って、これ背中なんですけど、昨日夏にここ止めてるんですよね。それから、ここですね、ここ止めてますね、ここね、一目二目残してから切りましょうっていうのはね、こういうことなんですけど、その目から出てくれてますよね。でこれで、背中に、日陰をしっかりこう作って、背中の日が焼けるのを防ぐっていう役割なんですけど、これは失敗例ですね。ここへ、見えるかな、ここへね、一目残してるんですけど、これも死んじゃって目が出てないので、これせっかくね切ったんですけど、ここはね、これね、背中に何もない状態なんで、あまりよろしくないです。理想はこういう感じで、去年切ったところから、ね、目が出てきてくれるっていうのが一番理想ですね。でただね、これね、あとこの摘心もね、動画去年上げてたと思うんですけど、また皆さん見直してください。これね、すっごいね、多分ね、徒長枝が吹くと思うんです。そういう場合はね、ここの先っちょね、ここをね、こうやっとこね、また伸びるのは伸びるんですよ。伸びるんですけど、とりあえず今年の夏ぐーんと吹くっていうのはね、抑えれるので、これもちょっとずつね、ちょっとずつ大きくなってくれたらいいんです。この人もね、これも明らかにこうなんか伸びそうでしょ、大きくなりそうでしょ。なんでここをね、はい、こんな感じで、はい、見ていただきますと、こんな感じでね、ここですね、こんな感じですね、背面を、背面紙を大事にしようっていう話ですね。ここもね、こんな感じで、去年の夏に切った、あとここをね、こうやって切ってます。ただ、先が、勢いがつきそうだったので、ね、先を飛ばしました。こんな感じです。まあ、そんなんでね、管理もね、結構大変なんですけど、慣れてきたらなんてことなので、これ失敗ね。はい、それでは今日はね、背面紙その後っていう見ていただきました。背中でね、日焼けを防止をね、これ本当ここ伸ばす、ここへね、身をつければいいんですけどね、ちょっともう全部身はなってなかったんかな。はい、とりあえず背面紙見ていただきました。こんな感じでね、木の管理皆さんしっかりしていきましょう。背中なるべくね、こう日陰にして、日焼けでね、ならないように。では今日はこんな感じで、背面紙その後見ていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。